マルディン県は、トルコ南東部、南東アナトリアに位置する県。2000年の人口は83万人程度であったが、下降傾向にある。西に、シャンルールファ県、北にディアルバクル、バトマン、北東にスイールと、東にシュルナクと接しており、南部はシリア国境である。県とは、マルディン。伝統的に、アナトリアとメソポタミアの境界部に存在した地域で、 あり、多くの民族が暮らしている。マルディン、ミドヤと、イエシリー、サブラ、オマーリ地区では、アラブ人が多数派であり、少数民族には、クルド人、シリア人、トルコ人が挙げられる。また、その他の地域は、クルド人が主要民族となる地域であり、アラブ人、アッシリア人、シリア人、トルコ人が、少数派となっている。 地元のシリアクリスチャンの共同体は、アッシリア人のジェノサイドによって著しく、数を減らし、トルコにある2つの最古の修道院から支援されている。クリスチャン共同体は、ミドヤット市のトルアブデンの町に集中しており、小さな共同体がおおよそ100もあり、シリアクリスチャンの中心地となっている。政治的に、この地域は現代イスラム主義の構成発展等、 さらにクルド人愛国派の民主人民党、そして制度党が同じ程度の勢力で競い合っている。1970年代から1980年代にかけてはクルド独立派の勢力とトルコ軍が大きな衝突を起こした。失業、貧困がネックとなっており、この県からの人口の流出は激しい。このため、西南方面エーゲ海岸地方への移住者が出ている。 この件を解決するために空港の整備、アンカラバグダード間の中心都市としての改良などインフラ整備が政治的に行われている。マルディンはアラム語で要塞を意味する。ありがとうございます。